UH-1DUH-60 ブラックホークミ -8MTV 半用ヘリコプターは組用ヘリコプターの分類の一つ。中型ヘリコプターがこれに該当する。陸上自衛隊では多用途ヘリコプターと呼称している。機体規模としては輸送用として使った場合は分隊を収容できる。 程度のものである。この程度の機体規模であれば、軽装、ヘリボーン用以外にも、通常は小型ヘリコプターによって行われるような任務にも、容易に投入可能であり、このことから汎用と称される。汎用ヘリコプターが投入される任務としては、主に下記のようなものがある。アメリカ陸軍が最初に、汎用ヘリコプターの機種記号を付与した機体が、フーマイナス1色恋であった。 この機体は、折からのベトナム戦争において、上記の各種任務に幅広く投入され、フーマイナス -1 の位置を A 文字の愛とみなした、フーイ,イコール、ヒューイという愛称で広く親しまれた。また、本格的攻撃ヘリコプターとして、R-1 コブラを開発した際には、本機がベースとされた。しかし UH-1 は、完全装備の小銃分隊を収容できないなど、 性能に若干の不足があったため、アメリカ陸軍は、ベトナム戦争中より、アタス構想の検討を開始した。1972年、アタス構想が各社に対して提示され、シコルスキーエアクラフト社のヤマイナス60と、ボーイングバートル社のヤマイナス61が候補機として選定された。比較テストの結果として、1976年、 やマイナス60が UH-60、ブラックホークとして採用された。一方、アメリカ海兵隊においては、汎用ヘリコプターは、陸軍よりは海軍に近い運用法がなされており、主として、連絡、観測、救難、武装攻撃に投入された。水陸両用作戦の性格上、航空輸送の所要量が大きいこともあって、軽輸送用途には、 HUS-1 の後継として採用された輸送ヘリコプターである HRB-1 が投入され、これが半ば汎用ヘリコプターとして広く使用された。1970年には、カナダ軍向きに開発されていた UH-1 の総発版であるベル212を UH-1N29E として採用したほか、 2009年より、さらに改良した UH-1Y ベノムによる更新が開始された。アメリカ海軍においては、陸軍のような軽輸送ではなく、航空母艦艦上での連絡、救難を主任務として、汎用ヘリコプターを定義しており、風内し、HJ の機種記号を付与していた。ただし現在では、紹介ヘリコプターやランプス機が広く配備されたことから、 これらの機体に代替されて、汎用ヘリコプターという種別そのものが消滅している。なお、ランプスは多目的と定義されているが、これは従来の汎用ヘリコプターの任務に加えて、対戦、対水上戦闘任務が加わったことを表しており、従来の汎用とは異なるものである。アメリカ空軍の保有機材は基本的に固定翼機に限定されているが、 少数の回転翼機も運用している。これらは、汎用ヘリコプターや練習ヘリコプター、また、ヘリコプターの特性を活かした特殊な輸送ヘリコプターで、ある。空軍の汎用ヘリコプターは、基本的に連絡、救難を目的とした、非武装機であり、飛行場や車場などの空軍基地に少数機ずつ配備、されている。 空軍には戦闘捜索救難の専門部隊が設置されているため、汎用ヘリコプターによる救難範囲は基地の周辺に概ね限定される。機材としては u h 1 n ュー u を使用するが、老朽化に直面していることから CVLSP 計画の下で更新が予定されている。ソビエト連邦軍においては、地上軍はヘリコプターを運用せず、 ヘリボーン作戦などを実施する際には空軍の機体と共同することとされていた。東側諸国は規模の違いはあれ、概ねこのようなソ連式の運用手本にしていた。ソビエト連邦の崩壊後、ソビエト連邦軍を引き継いだ各国軍においてもこれらの方針は踏襲されたが、国によってはヘリコプター部隊の主力は陸軍へ移管されたり、 海軍基地所属の部隊が空軍へ管内し、廃止されたりしている。ソ連空軍の装備は、アメリカ海兵隊と同様の方針を採用しており、比較的小型で連絡、観測に重点を置いた機体と、比較的大型で輸送や、武装攻撃に重点を置いた機体の併用とされていた。当初はミ、ミマイナス1とミマイナス4。 1960年代半ばからはミ、ミマイナス2とミマイナス8を運用してきた。なお、1970年代以降、ミマイナス8の強化改良型であるミマイナス8、MT の実用化に伴い、生産はこちらに切り替えられている。ただし、アメリカ海兵隊と異なり、比較的大型のミマイナス8を、汎用ヘリコプターとして運用しており、一部の機体は、 武装ヘリコプターとして改装されたほか、本格的攻撃ヘリコプターとしてミ、ス -24 を開発する際にもス -8 がベースとなっている。また、ス -24 には、兵員内士単価の収容、輸送スペースが残されていることから、こちらも、汎用ヘリコプターとして運用することもできる。ソ連では、アメリカ海兵隊が保有しない。 固定翼大型輸送機並みの大型ヘリコプターを運用した。当初は未マイナス6、後期には未マイナス26が配備され、さらに大型の機体も少数生産された。これらの存在により、西側では輸送用に重当されるような中型ヘリコプターが、ソ連では汎用機として扱われることとなっていた。ソ連軍にとって、 小型ヘリコプターはあくまで補助的な地位に止まったため、生産もポーランド人民共和国など他国に任せており、国内では主力のミマイナス6やミマイナス8クラスの機体を重点的に生産した。なお、ミマイナス8クラスは軍、艦用と会えるフロート用に重点的に配備され、ミマイナス6クラスはほぼ軍、艦専用であったのに対し、小型機は農業など、 民生用に多くが使用されている。空軍以外にも海軍航空隊が多数の汎用ヘリコプターを運用した。艦載機として用いられたのは、もっぱらか、か -25 やか -27 といった、紹介ヘリコプターであったが、これらは、救難や連絡などの任務にも投入され、汎用機の役割も担わされた。少数ではあるが、か -27 を元にした。 関西輸送ヘリコプターとしてカマイナス29が開発され、上陸船に使用するためイワンド語普及揚陸艦などに搭載された。また、基地配備のヘリコプターには空軍同様の機種の汎用ヘリコプターが充当されていたが、これらの機体は海軍不評による地上作戦にも使用される。イギリス陸軍では、 陸軍航空隊は、汎用ヘリコプターより大型のヘリコプターを保有せず、ヘリボーン作戦時には、イギリス空軍の輸送ヘリコプターを使用する。汎用ヘリコプターとしては、1960年からは、ウェストランドスカウト、1974年からはさらに、ウェストランドガゼル R が運用されるようになったが、これらはいずれも、非武装で、搭載量も少なかった。 1977年により、陸軍航空隊は、対戦車攻撃用として、アグスタウェストランドリンクス R の受領を開始したが、これは単なる武装ヘリコプターにとどまらず、汎用ヘリコプターとして幅広い任務に従事している。一方、イギリス海兵隊は固有の航空部隊を持たないが、 上級部隊であるイギリス海軍の艦隊航空隊がウェストランドコマンド HC-4 輸送ヘリコプタートリンクス R-7 汎用ヘリコプターを保有する。フランス陸軍はアメリカ海兵隊と同様の方針を採用し、1960年より小型で連絡、攻撃に重点を置いた SA-316R-Ed3、1968年からは、 より大型で輸送に重点を置いた SA-330 ピューマを併用してきた。また、1973年には小型機として SA-341 ガゼルが新たに導入されたほか、1970年代後半より SA-330 ピューマから AS-532 クーガーへの更新が開始された。ありがとうございます。